じゃじゃーん、今日は美山かやぶきの里に来てまーす。丹波高原国定公園、これももう早速かやぶき屋根だけども、おお、めっちゃ綺麗。基本的にあっち方面に行けばいいんだよね、山際。あ、めっちゃのどかだわ。綺麗ですか？綺麗だよ。あ、あざと。ポスターあざとくないですか？あざと赤い。足つけポイントだって。めっちゃいいやん。綺麗。めっちゃよ。え、つけんの？早くね。終わってからにしようよ。ゆうくんつけるんですか？つけるよ。見て、これ一応違いが反映されてる、かすかに。え、ちっちゃいのとか色とか。あ、そういうこと。うん。うわ、めっちゃ綺麗。ね。住んでるっぽいね。パンとかも売ってんだ。中国の人だ。うわー、すごっ。こんな間近で見れるんだ。この夜になったら昏睡なんだ。え、固まんの？いるんだ。ここにも水流れてる。昼は観光用だ。めっちゃ涼しいよここ。うわー、綺麗。土地って何？なんか青がすごくないですか？うん、めっちゃ綺麗。よし、これが一応、これがこのエリアの一番上の方だね、メイン。うん、お寺ありますか？これお寺なんだね。 あれみたいだね、昔のさ、寺、小学校みたいなね。うん、なんか立派じゃないですか。うん、面白い。これって高いし。あ、本当はちゃんとお寺になってる。うん、わあ、景色綺麗。お金持ってきてないですよ。うん、そもそも無理だ。2人合わせても足りない。見た目見るだけだな。うわ、すごい。なんか綺麗ですね。うん。ちゃんと手に入れが。いや、これ近くで見たらめっちゃ綺麗じゃない？すごい。え？おう。こっち歩いていとくで。うわ、すごい。ここら辺にシダ生えてんのすごくね。うん、なんかまずなんていうの、日陰に咲いてるイメージだし、こんな感じで咲いてる。うん、ごそかだね。わあ、綺麗。うわ、めっちゃ綺麗だね。わあ、あそこめっちゃ綺麗、深い。あ、覚えてるじゃない、遊んでる。うわ、魚がめっちゃ見える。あ、でもちょっと臭い。